私たち。いく。素直。さえ。ひわこ。れいな。なな。りな。れいな。ようこそ、Concord-Carlisle高校へ。それでは中に入ってみましょう。これはアートクラブの作品です。これらの作品は日本よりとてもうまかったです。ここは Concord-Carlisle高校の図書館です。みんなで勉強したりパソコン使ったりしてます。図書室は1階から3階まであり、授業がない生徒は宿題など勉強しています。このステンドグラスは Nanae高校から持ってきたものです。おはようございます。日本の図書室に比べて本棚が低いです。こんにちは。こんにちは。Concord-Carlisle高校には体育館が2つあり、広さは日本と同じくらいでした。体育の授業は日本とは違ってチャイムが鳴った後もだらだら飛んでいました。そして授業は始まりませんでした。体育館の近くにはビタミンウォーターの自動販売機がありました。廊下にはロッカーがたくさんありました。パソコン室では一人一台使えるほどのたくさんのパソコンがありました。この映像は理科の授業の様子です。日本とは違ってすごく自由な感じでした。グループプロジェクトをしています。みんな一生懸命やっています。コンコード・カーライル高校のラジオ局に来ました。ディレクターのネットさんが機材の説明をしてくれました。ベースボール、ソフトボール、バスケットボール、ハッキー、depending on the season, the time of year.ここは放課後、音楽が好きな人やアナウンサーを目指す人が集まります。アメリカ・マサチューセッツのコンコードは、今、10月13日水曜日の午前10時21分です。それでは、コンコードの天気を紹介します。今夜は晴天で、気温は4度ほどです。明日は少し雲が多くなり、夕方には雨が降るかもしれません。最高気温は15度です。金曜は雨で時々強く降ります。気温は13度くらいまで上がるでしょう。土曜は雲が多く朝方には雨が降りそうです。
気温は10度ほどでとても寒そうです。今日は日本へ流すラジオに参加させてもらい、天気予報や昨日したことなどを言いました。昨日は学校が終わった後、若草物語のお家に行きました。家が傾いてて怖かったです。終わった後はホストファミリーと一緒にアイスを食べに行きました。日本のアイスと違ってとてもサイズが大きくてびっくりしました。美味しかったです。緊張しましたがやってみると楽しかったです。最後にここのラジオ局のキーホルダーをもらいました。とても貴重な体験をさせてもらっていい思い出になりました。セカンドラングエージの生徒と一緒にローカル番組に出演しました。一人一人自己紹介をしたり質問に答えたりしました。生徒から日本の部活について聞かれました。日本には陸上部やパソコン部、英語部などがあることを答えました。この番組はコンコードとカーライルに放送されます。緊張しましたがいい経験ができてよかったです。これはジャズバンドの練習風景です。ジャズをやりたい人が集まってランチタイムに練習しています。楽器を吹いている合間にパンやリンゴやピザなどを食べてます。コンコルド・カーライル高校の漫画クラブようこそ。私はサイファイクラブです。アニメクラブのみんながとても温かく迎えてくれました。プレゼントをもらいビッグなピザを食べました。生徒から手作りのチョコブラウニーをもらいました。とても美味しかったです。その後日本語のアニメを見ました。それを見てカーライル高校の生徒たちはとても面白そうでした。感想美味しいピザパーティーがありました。30パン前の大きなピザがありびっくりしました。どれもとても美味しかったです。ピザを食べた後みんなでイカ踊りをしました。手作りのイカの帽子をかぶって踊りました。最後に T シャツのプレゼントをもらいました。すごく盛り上がって楽しかったです。最後に一言どうぞ。学校の中はどこも広くて日本とは全然違いました。高校の人はみんな親切でした。